最近の。ここで緊急のニュースをお伝えします。先ほど岩崎のクラスに正体不明の銀色の巨人が現れました。巨人は現在桜の交差点付近で暴れており、熱光線を放って建物などを破壊しています。周辺では激しい爆発や火災が発生している模様です。今後さらに危険が。皆さん、建物の陰に隠れてください。避難してください。そこのいかにも会社帰りの方、あなたも早く。通りの向こう側はまだ火災が起きていないわ。諦めちゃいけません。諦めなければ絶対に助かります。私も絶対諦めませんから、必ず助かりましょう。今後、さらに危険な映像が近くにいる方は、
くれたの？光の剣じゃ。これじゃ戻れないわ。とにかく次の駅まで歩いていきましょう。リサさんから預かった荷物は大丈夫そうね。宇宙船研究所はまだまだ先だけど、電車も動かなくなったし、ここで地上に降りましょう。リサさんのためにも何とかして届けに行こう。うん、そうだね。大丈夫、いい写真が撮れたわ。ビルに激突する巨人のドアップ。あなたたちはあれかな、大塚くんが呼んでくれた助っ人？そうです。あなたが大塚さんの昔馴染みの編集長ですか？そう、週刊共栄の編集長平井よ。来てくれて助かるわ。ちょっと待ってて、この記事だけアップさせて。昨日から巨大な影の取材に走り回っていたんだけど、足を怪我しちゃって。
異変の混乱で編集部員の大半が連絡つかなくてね。避難するのに助けが欲しかったのよ。でもまさか編集部の目の前に巨大な影が来るなんてね。せっかくだからここで写真を撮ってアップしてたのよ。ん？あれ？ああ、ダメだわ。記事がアップできない。奴らが街を破壊しているせいで通信ができなくなったみたいね。ああ、ありがとう。潮時ね。もうここを離れましょう。荷物をまとめるから編集部に来て。